皆さんこんにちは、文元響です。今回はね、久しぶりに、すごい久しぶりなんですけど、本紹介をしていきたいなって思います。で、早速なんですけど、今回はさざねけい先生の神は遊戯に飢えているという本を紹介していきたいと思います。まずあらすじなんですけど、物語は暇な神たちが作った神々の遊びっていうゲームがある世界で進んでいきます。暇な神様の人柱であった霊者は、とある出来事から元神様になってしまいます。ゲームで遊ぶことが何より大好きな霊者は、元神様になったことなど気にもせずに世界に向けてこう宣言しました。この時代で一番ゲームの上手い人間を連れてきて。そんな神様の指名に抜擢されたのは、同じくゲームが好きで神々の遊び近年最高のルーキーと呼ばれている主人公のフェイでした。ゲームが好きでそれを心から楽しんでいる二人が参加するのはもちろん神の遊戯。元神様の人を超える身体能力とゲームの参加者に与えられる特殊能力を使って、二人は神々の遊戯を攻略していきます。というのがあらすじで、ここから僕が読んだ時の感想なんですけど、神々の遊戯っていうね、ゲームが物語の中心にあるんですけど、そのゲームをフェイとレイシェのメインの二人がね、心から楽しんで、その上でゲームに勝ちに行くっていうのが描かれていて、それがとても良かったなって思います。あと、神々の遊戯は神、対戦相手が神なんですけど、その神と戦っているので、ゲームのスケールもね、当然普通のゲームじゃなくてもっとすごく大きくて、迫力があって楽しかったです。あと、神っていうね、その絶対的なものとゲームで戦って、それで勝ちに行くっていう、そういうシチュエーションがね、熱くて面白かったです。個人的に本を読むのが久しぶりだったんですけど、ザ・ライトノベルのファンタジーって感じで面白かったです。あと、多分気のせいじゃないと思うんですけど、すごい読みやすい文章でスラスラと読めたのもすごく良かったです。ということで、さざねけい先生の神は遊戯に飢えているの紹介でした。概要欄に本のリンクと、あと YouTube に上がっている公式の紹介動画みたいなのがあるので、興味が湧いた方はそちらも見てみてください。あと、5月の25日に2巻が発売予定ということなので、それも楽しみにしておこうと思います。本紹介とか映画紹介とか、あと、たまにゲームやったりとか、いろいろやっていくチャンネルなので、もし今回の動画でちょっとでもいいなって思ってくれたら、チャンネル登録してくれると嬉しいです。ということで、文元響でした。バイバイ。